もともと異業種で働いていたんですけど、クリエイティブな仕事に興味を持って CG 業界を目指しました。前職がソーシャルゲームの会社で 2D がメインだったので、今はアニメのキャラクターやメカなどが作れてとても充実してますね。3D モデラーはアニメなどに登場するキャラクターやアイテムやクリーチャーやロボット、背景などを 3DCG ソフトを使ってデザインに忠実に造形を作る仕事です。元々異業種で働いていたんですけど、クリエイティブな仕事に興味を持って CG 業界を目指しました。グラフィニカを選んだのは、学園追放を見て、作画のようなセルループの CG を自分も作ってみたいなと思って。グラフィニカに入る前は、ゲーム会社で 2D のデザインの仕事などをやっておりました。その前は、全然クリエイティブ系ではないんですけど、美容業界の方で働いておりました。そうですね、チームの人と一緒に食べに行ったりはしますね。そうですね、一人で休憩室で食べたり、たまに食べに行ったりですね。ちょっと寂しいですね。結局どっちかというと、なんかソシャゲとかの 2D のデザインとかの方がかなり多くなっちゃって、あんまり 3D やれないなっていう感じで、3D で探したって感じですね。なんかまともに 3D やりたいんだったら映像の方がいいのかなと思って、当時その福岡スタジオとかまだなかったから5年ぐらい前なんで、だからとりあえず東京行くかって感じだったんですけど、確かにいつか地元には戻りたいなと思いますけどね。トレーニングですね。仕事の合間で、空き時間を見つけて、自分で
課題を決めて、自主勉強するといった感じですね。そうですね。で、今はロボットを作ったりするトレーニングをやってます。忙しい時は休日出勤とかもあったりはしますけど、まあ、基本的には土日祝日がしっかり休めて、まあ、長時間労働も少ないので、まあ、プライベートのとの両立がしやすくて働きやすいかなと思います。そうですね、まあでも休日出勤はしてないですよ最近は。そうですね、前職がソーシャルゲームの会社で 2D がメインだったので、今はアニメのキャラクターやメカなどが作れてとても充実してますね。